さあ、えー、それじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか、えー、今日の担当は植地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いしますはい、はい、最後水曜動画中はチミセびみ。朝夜に白くなって乾燥をひがんばなん花咲本当あちらしくないびたんやさいさて昼夜 深夜、えー、今月の21日、旧、うちなのくゆめ、8月の2日にあたといびん。東西中、中琉球新報の記事の,記事の中から、うちなありくりのニュース、うちてさびら。中のニュースや、28年続いた車椅子マラソン廃止でのニュースやいびん、ゆりなびら。 県内唯一の車椅子マラソン大会として28年間続いていた宜野湾車椅子マラソンについて廃止する方向性が固まりました。えー、うちなおてただていちゃあたる車椅子マラソン大会とし28年知事長たる宜野湾車椅子マラソンヤミンディーの 会内運んちちわまいびたんきまやびたん共済団体、えー、の車いすマラソンマジュンククルアーチしうそうたるギノワンし社会し社会福祉協議会し教育委員会琉球信報社がこのほどくんど ン市中央公民館で人民誌「君やびたん」会議を開いて決定したもので、えー、ハーフマラソンについては地域、えーえー、他のスポーツ大会と合わせて維持・他の大会とお魔女チジキティイチュンもしくはアン・アランでフルマラソンへの発展を検討します。 フルマラソンに、えー、持ちいちゅることん考えー、関係とびん。廃止は、ウヌクルマイスマラソンやミンディセ、事務局を担っていた事務局にちょうたるし、社協が人手不足、おチヌティのたらんティー不足なティ、えー、過重負担となり、えー、持ち、持ちかあ、なとんでち。えー 事務局撤退を決めたのがきっかけ,っかけです。事務局からティーフィチルフィチルことの決まったルックから案内ビタン。周辺地域うのに自農周自農あ周い前前野前や商業施設増加に伴いあっちねー障するおの建物多くなやに交通量が増え。 車を行ってバイパスを通行止めとするバイパスの車のトミみ手のコース設定も課題となっていました。人見事になっおびたびそのため、このために去年は駆除やコースを短くしコース引着なさらに近隣への影響は軽,軽減された反面この近く鎮ン海のわじゃ上や 軽くないビタシが選手同士の安全性が保たれないという新たな課題が生まれていました、えー、選手同士がお母さんに言のことが民国掃除やビタン教材団体では規模の縮小おの仕組み空空なすることとか時期の変更お時期、えー、経由ることの人見さビタ氏が検討しましたが いずれの案も困難と判断しました。ジルの計画イグマシン還元持ち来月にも開かれるお来月立ち位奥に行われる実行委員会で正式に順にやみいることのお決まる見込みやて廃止が決まる見込みで市社協のお田和田会長は。 廃止は申し訳ないが、闇にせ本当申し訳ねえしが、私たちが無理をして続けて大きな問題を起こしてもいけないと考えた。私たがあ無理さに地域やに無理し地域やに、むしか不具とおくちゃならんもん,んち考えているやいびる。今後、これから後、 市民が何を望んでいるかを考えて市民の渦動静のうやがや DC 歓迎やにできることを模索したい茶のようなことのないがー由し、えー、ティーサグイシートミエティジャビラと話しましたお話サビタン中夜28年続いた車椅子マラソン廃止でのニュース打ちてサビタン えウリからえ中から9月30日土曜日まで秋の交通安全運動が始まりタン今度二輪車の交通事故防止とお飲酒運転根絶運動の重点項目やんィやびんに、ねえー、今年の上半期飲酒運転で捕まった件数は1,105件去年と同じく全国ワースト1やいびんでさ際まあ